お花紙で作る桔梗の花です。藤色のお花紙を3、4枚重ねて半分に折ります。それを2つに切ったら重ねたまま屏風折りにしていきます。1つの花にはこの屏風折りにしたものを1枚だけ使います。しっかりと折り目をつけておきます。黄色いお花紙を細く裂いてこんな風にしておきます。園芸用のビニ帯を20センチから25センチくらいに切って5センチぐらい折り返します。先ほどの黄色のお花紙を4つに折って、この真ん中をビニ帯でキュッとこうねじます。これが桔梗の花の花芯になります。先ほどの藤色のお花紙をさらに半分に折ってビニ帯のところに通します。でここを先ほどと同じようにキュッとねじったら、花びらの先を斜めに切り落とします。それから折り山を潰しながら花びらを開いていきます。全部開いたらこんな風にしてまとめます。黄色い部分が見えないようにして握ったら、この根元のところにフローラテープを巻きます。くるくると巻きつけて細長い三角形に切った葉っぱを巻き込みます。ここでは不織布を使っていますが、緑色の画用紙でもできます。2枚ほど葉っぱをつけたら出来上がりです。先ほどしぼめた花をきれいに開いてこんな感じになりました。これを何本も作ってこんな風にして束ねると桔梗の花束ができます。トイレットペーパーの芯で作った花入れに飾ってみました。花立ての底には石など重いものを入れておきましょう。梱包用に使う紙のふわふわを茎のところに巻きつけて筒の中に押し込みます。形を整えれば出来上がりです。お花紙の色や重ねる枚数を変えると違った花ができます。いろいろ工夫をして試してみてください。